皆さんこんにちは、こんばんは、にょんこです。今日はですね、この間買えなかったジプラのユニットバージョンを手に入れることができたので、そちらの開封を行っていきたいと思います。イエーイ。ユニット版も漏れなく2枚購入で渋谷店でチェキがつくってことだったので、今回はトロピカルライトバージョン、ヨーンちゃんがいる方のユニットを2枚買ってきました。あ、タワレコね、もうね、渋谷店でポスターはなくなってました。ポスターはなくなってたけど、またトレカとかチェキもあったし、応募シリアルももらいました。関係ないけど、これも開けていいですか。ちょっと渋谷行ったついでにポケセン行って、ずっと気になってたから買っちゃったから。で、シリアルももらえてます。で、チェキとトレカ2枚と、その X2 のチラシもガンダムもらいました。あ、前回と違う、ひなたちゃんだ、ひなたちゃんだ。友達にね、ひなたちゃんが好きなんじゃないかって言われて、今ね、でもなんか XG ってみんなメイク濃いじゃないですか。なんかケプラの話じゃなくなって申し訳ないんですけど、 XG みんなこうメイク濃いめだから、ちょっと私すっぴんから入りたいなと思って、ちょっとミュージックビデオじゃなくてドキュメンタリーっぽいやつから今見ようかなって思ってます。で、こちらがユニットバージョン、両方一緒のやつなんだけど、ユジン、チャオティン、ヨンウン、イエソの4人のユニットバージョンを同じの2個買ってきました。楽しみ。なんかサイズはなんで、貢献したくてこっち2冊買ったってのもあります。で、CD はこんな感じ。
入ってんの？何買うかをずっと悩んでた。あれ事前予約なんだよな。いつまでだったか確認しないと忘れがちなんで